はい皆さんこんにちは今回も質問に回答していきたいと思いますで今回頂い,いた質問がこちらですねうま、えー、い人やギアにこだわりのある人はグリップをレザーに変えているイメージがありますが手に伝わる感覚が元グリップとそんなに違うのでしょうかまた感覚以外で得られるメリットがあれば教えてもらいたいですよろしくお願いします はい、まずはご質問いただきましてありがとうございます。えっ、ー、と今回は一応ですね、まあレザーに変えるメリットは何なのかっていうところと、まあ、フィーリング以外、感覚以外にもそういったメリットがあるのかっていうところを解説していきたいと思います。はい、今回もこのマインドマスターというアプリを使って回答していきますね。でまずまあ上手い人やギアにこだわる こだわりのある人が、まあ、レザーグリップのイメージっていう風に書かれていたんですけれども確かにそうですねなんかレザーグリップ使ってるとちょっと渋いような感じってありますよねであとはその まあ以前に比べてレザーグリップを標準で装備しているモデルっていうのは正直今ほとんどもうないですよね。そういうのもあって、よりそうまあマニアックというかですね、こだわりの品っぽいものになってますね。はい。で、まあ、ちょっと解説をしていく前に少しだけ自己紹介させてください。 スルーマンと申します。えー、アドブロというテニスのブログを運営しています。で、テニス歴がもうすぐ18年、19年ぐらいになるんですけれども、ほぼイコールでレザーグリップ歴となってます。はい。ただ、えー、これだけ長く使ってきたんですけれども、正直最近はあのレザーじゃなくてもいい気がしています。はい。そこら辺もちょっとこの後解説しようかなと思うんですが。 まあ、長く使ってきて、えー、まあ、いい点、悪い点、両方、あの、解説できればな、と思います。はい。では、やっていきたいと思います。じゃあ、まず、あの、レザーグリップに変えて、何が変わるのか、っていうところのお話をしていきます。ね。 えー、やはり感覚的な変化っていうところがまず大きく挙げられるかなと思うんですがインパクトした時の、まあ、手に伝わってくるそのボールのダイレクト感っていうのは非常にアップします。はい、であともう一つは握った時のグリップの角ですねこう角が分かりやすい、まあ、イコールで面がどこ向いてるのかっていうのを感じ取りやすくなるっていうのが、まあ、大きなメリットなのかなと思います。 はい、なのでやっぱりレザーに慣れてる方がこうノーマルのシンセティックを握るとなんかこうクッション性があるがゆえにちょっとこう面が感じ取りづらいあの握ってる部分があんまりクリアに伝わってこないなっていうのが感じちゃったりすることがあるのかなと思います、はいまあ、僕もねそういう理由があって長らくレザー使ってますはい あとはですね、まあ、重量は増えてバランスがあの下がりますというあの物理的な変化もありますね。でこの間ですね、えー、自分の、えー、プリンスのツアー100の 290g のモデルですね、をちょっとレザーに変えてみました。ちょっと、えー、ノーマルの時点で少し重りを足しているので、カタログ値とは若干違う部分もあるんですが、 もともと 289g でバランスが329だったのがレザーですね、まあ、KPI の安いグリップに変えたらですね、296g のバランスが320にまで変わりました。まあ、重量が増えてバランスが手元に寄ったという感じですね。 別物のスペックだなって思うぐらい、えー、レザーにすることによって変わります。まあ、もちろんそのノーマルで、えー、どういうグリップが巻いてあるかによってもこの重量であったりとかバランスの変化量っていうのはあのだいぶ差が出るんですけれども基本的には、えー、今回と同じように重量増えて、えー、バランスが下がるという変化が起こります。でまあ そういう特徴はありますが、じゃあ上手い人やこだわり派が使うのかどうかっていう点についてはですね、えー、これはですねちょっと乱暴な言い方かもしれないんですけれども、まあ、レザーにするってこれ半分憧れも入ってると思います。はい、あのー、物理的なあ変化だったりとか感覚的な変化とかだけじゃなくて、あの憧れっていうのもちょっと含まれてるかなと思います。というのもやっぱりあのー。 今でこそほとんどないんですけれども、まあ、2000年代ぐらいまではやっぱりこう上級最上級モデルとされるもやつだけにレザーを搭載している標準搭載しているっていうのが結構多かったんですよねだから何て言うんですかね、えー、上級モデルイコールレザーみたいな「新、うん、セとは違うのだよ新セとは」みたいなこうね、えー、イメージを持ってる人っていうのは、まあ、少なからずいるんじゃないかなというふうに思います。 はいまあね、僕もその一人でございます。でただですね、まあ、正直トッププロを見てももうレザーを使ってるかどうかっていうこととうまい下手っていうのはまあもう全然関係性ない関連性のないことかなと思います正直好みの問題だと思いますね、はいあの。例えばこのラケットを使ってる人がうまいとか。 あ,あっちのラケットを使っている人は初心者だとかって、まあ、傾向はあるとは思うんですけどグリップに関して言うと正直何使っててもうまい人はうまいですはいあのレザーだからうまいっていうことはないと思いますただレザー使っている人はキャリアが長い可能性は結構高いんじゃないかなという気はしますねはいちょっとね乱暴な解説なんですけどはいそんな風に思ってます で感覚以外のメリットがなんかあるのかというところが結構あの考えたんですけど意外と難しいなと思いましたあんまりないかもしれない、はいあのー、まずは、まあ、さっきも言ったんですけど重量とバランスが変わるのでえ重量を増やしたいしバランス下げたいという人にとってはグリップテープを、えー、レザーに変えるというのは非常にあの手っ取り早いカスタム方法ですよね。あの重りとか あ例えばあとはシリコン注入とかそういうのしないで買えれるのでこれもまあ一つの、ねえー、カスタムかなと思います。で個人的にはですね、あのー、レザーの感覚以外のメリットとしてはですねグリップテープとかあとはテーピングとかを まあ貼ったりとか剥がしたりっていうのを繰り返しやれるのがメリットかなって思います。で僕こういう感じであのエンドに、えー、テーピングですねあの伸縮性のない、えー、いわゆるホワイトのテーピングを巻いて少し高さを出してるんですけどこれシンセティックにあってあのしばらく使った後に剥がそうとするとシンセティックって表面ごと剥ぎ取っちゃうんですよね。 でもレザーだとそういうこと起こらないのでしょっちゅうこう、ま、気に入らないからもうちょい幅変えてじゃあ巻き直そうかなとかそういうのが、えー、繰り返しでできるっていうのは非常に大きなメリットかなと思いますであとは、えー、シンセティックに、あのー、長く使っなんなんて何て言うんですかオーバークリップ巻いてるとこうくっついちゃったりすると思うんですけどレザーはあんまりないですねあんまりくっつくことないです、はいまあ、逆にあの レザーだからずれちゃうとかっていうのもたまにあるんですけどそんなにうーん多くないかなちゃんと巻いておけばレザーでも全然まああの変わらない部分だとは思うんですけどまあ感覚以外のメリットっていうのを絞り出すとまあ重量とバランスが変更できるっていうこととまあグリップテープとかテーピングが貼ったり剥がしたりっていうのがしやすいっていうところかなと思いますひねり出したらそんな感じかなと思います ただまあ,あの結論としてはですねあの無理に使うものではないと思います。好きな人がもうとにかくね使えばいいそういうものだと思いますね。まあ、レザーのあのダイレクトな感じとか、えー、重量アップしてちょっとトップライトになる感じとかああいう、まあ、フィーリングが好きならもちろんこれはあの一度は試してもらいたいかなとは思いますし。 やっぱりこうもともとノーマルで設計されてる部分からどうしたって変わってしまうのでレザーのフィーリングが欲しいんだけどえ重量とバランスはあんまり変えたくないっていうのは現状なかなかねあの難しいんですね標準搭載でない限りは。なのでまあその変化を受け入れられ,受け入れ,られるのかどの重量が物によっては 10g ぐらい増えるので。 まあ、スイングウェイトはそんなに変わらないとはいえ繰り返し使う中ではやっぱり総重量っていうのも結構効いてるんだなっていう気がしますはいあのー、シンセティックだと後半までなんかなんかちゃんとやれてるのにレザーだとなんかちょっとこう失速していくなとかちょっと球が伸びなくなるなとかっていうのが最近ありますはいなのでまあしばらくシンセティックで えやって重量とかは鉛テープとかでえカスタムするっていう方法をとっていこうかなと今は思ってますでもレザーのフィーリングは好きですはいじゃあ今回のまとめですねはいこういったレザーに変えるメリットフィーリング以外も何かあるのかどうかっていう質問に回答してきましたはい でまあ、レザーグリップについてはですねまずはまあやっぱりダイレクトなフィーリングがありますよとで重量とバランスはあの変わりますただまあうまさとレザーを使ってるかどうかっていう点に関しては正直これはもうほぼ関係ないと思いますはいただイメージとしてはキャリア長い人の方がレザー選ぶ可能性は高いのかなという気はしますがうん何とも言えないかなとただまあ現状レザーが何かっつったらえー、まあ いろいろある中の1つの、まあ、カスタムアイテムだなというふうに考えてもらえればいいのかなと思います、はい、あのメリットもデメリットもありますのでそれをどう、えー、取り入れるのか、えー、それを使えば絶対うまくなるとかっていう代物ではないので必要に応じて使っていただければと思います、えー、グリップですねレーザーグリップについての解説記事用意してますのでよろしければ概要欄の URL ブログの記事チェックしていただけると嬉しいです はい、えー、今後もね、えー、こんな感じで皆さんからの質問に可能な限り答えていきたいと思います、まあ、僕自身もね、あのー、カスタムとか、あのー、セッティングについては正直結構悩んでますただ、えー、悩んでるからこそ、えー、皆さんにとっても、まあ、ヒントになる部分もお含まれてるんじゃないかなと、えー、信じて、えー、動画作り続けてます是非、はいあのー、コメントとかしていただけると嬉しいです それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。